写真偽物やと思います。冗談ですよね、これ実は違うの。よし、じゃあ1月号の振り返りやっていきましょうか。はい、します、うん、お願いします。全員揃ってるかな、これ。あ、まだヨルズさん来てないです。あ、なんか今 LINE 来ました。おお、送れる、はい、どれぐらいなんだよね。あ、でも画像も送られてきて、今渋谷駅のトイレにいるらしいです。腹痛めてて。渋谷駅だったらもうちょっとで着くか。そうっすね、うん、これ多分腹痛っていうのは嘘で、え、単純に遅刻してるんじゃないですかね。写真偽物やと思います。冗談ですよね。まあ事実だとしたらやばいけどね。まあまあ後で聞こうか。まあ、とりあえずちょっと時間なんで始めましょうか。はい、うん、じゃあちょっと1月度の振り返りってところで。あ、すいません、お疲れ様です。マジで申し訳ないです、ちょっと腹痛くて。さっき連絡したんですけど。大丈夫ですか？もう大丈夫です。気をつけろよ、ちゃんと。すいません、ちょっと結構大事な会議だったので申し訳ないです、うん、本当にお腹痛い。嘘やったら本当にダサい。いやいやいや、まあ、ヨルズ、はい、俺に誓って嘘ちゃうかどっちや。もう正直言え、これ実は違うの。遅刻してきたみでさ、人のプライベートを話してんじゃねえ。いや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 、お前が自分のこと棚に上げて言ってるからよ。ちょっと待って待って待って、もうおいおいおい。